ってるらしい。登っちゃってる、うん、まあ、そこは上、はい、運営の方で対処していただいてますね。ちょっとゆっくり話せばいいかな。先ほどは内藤九段トーナメントでベスト4になりました、はい、まんまると申します。普段はマリオ1を中心に、あ、治った。RT やってます。こんな感じでいいのか。はい、ちょっと私も乗っかって、アジンと申しますが、まあ、私 RK プレイヤーではないんですが、解説業みたいな形でこういろんなゲームにちょっと出しゃばらせていただいてます。今回あの3つほど解説させていただいたんですが、またこのセットアップタイムに偶然いたので、またあのマリオの専門家ではないですがね、こう賑やかし解説みたいな形でやらせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあやりますかね。はい、準備できたらどうぞ。はい、大丈夫です。じゃあはい、はい、ということでね、スーパーマリオブラザーズということで、任天堂という会社がですね、はい、作った、なんか配管工の兄弟が、そうですね、姫をさらった悪いやつを倒しに行くというね、非常に斬新なストーリーの、そうですね、なかなかアクションゲームということになっております。面白いストーリーですね。はい、なんか昨日広告の住人が、はい、そのまあ、ブロックとかに変えられてしまったっていうことなんで、なんでこの今、はいはい、レンガブロック見えてると思うんですよ。これ元々は、はい、元々これ木の広告の住人なんですよ。そうなんです、ね、でこれたなんか普通に叩いちゃってますね。叩いて、あ、茶色くなっちゃいましたけど、はい、木の広告これは どうなったんですか。そう、木の広告の住人を知って住人だ、大丈夫なんですかね。そのままこう、うん、コインになってマリオの糧になったみたいな。はい、はい、そうですね。まあね、任天堂という会社なんかもともと花札をね、はい、作ってた。チャットを見られますかね。まあ、ちょっと今私の、はい、まあ、端末、私のスマホ今速度制限かかって、はい、あ、そうなんですか。どうします、 見ます。チャット見たいです。まあ、これで見て、まあ、私もコメント拾えるなら拾います。意外と設定重いんですよね。はい、あ、設定重くない。あ、そう、はい、そうね、重いです。そう、ね、何かあるとね、姫さらわれて助けに行くとは。じゃあこの RTA についてちょっと説明しますね。うん、はい、まあ、このワープなしの RTA は、はい、まあ、RT in Japan 1で賀来さんが走られてて、はい、で RT in Japan 2でも、ヒダリーさんが走られてます。あ、そうですね、はい、で今回、まあ、急遽私が走ることになって、まあ、3年連続で、はい、マリオ1のワープなしが、はい、RT in Japan で、 ありがとうございます。端末いいです、ね、走られること。素晴らしい。お好きですね。はい。ありがとうございます。私これ手元で見てますんで。はい、わかりました。で今ワープなし、スピードランドットコムによると今、はい、世界1位の方がコズミックさんという方で、はい、19分2秒369という。はい、19分2秒。とんでもないタイムですね。あ、ちょっとゲームを入れとくか。で私の自己ベストが19分23秒で今世界23位。23位、はい、まあ、23位といってもね、本当にプレイヤー数が多いですから。そうですね、走者の方が198人いらっしゃいます、はい、もう大人気 RT。 そうですね、大人気タイトルということで、はい、ちなみにエニーパーセントワーク割の方は走者なんと770人、はい、といった感じです。本当にね、こういっためちゃくちゃ多いです、はい、非常に有名なゲームとなっております。はい、今後この任天堂という会社もね、非常に注目できるはいではないでしょうか。そうですね、スーパーマリオといえばあれですね、今回の RIG3 でもスーパーマリオオデッセイが走られて、はい、やってましたね、はい、面白かったですね。なかなか RTA する場合するゲームだと思います、はい。新作も出ていると。そうですね、大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあ OK とのサインが出たんで走りますか、はい、じゃあということで、まんまるさんによる、スーパーマリオブラザーズ、はい、まあ、ワープレスですね。はい、ワープレスですね。まあつなぎ的な感じで気楽にやりたいと思います。はい、
じゃあ行きます。あ、どうしよう。一応スピードアンドットコム準拠でやりますか。右上に1の1で右上に400って出た瞬間がタイマースタートなんで、はい、まあ私で5カウントします。はい、5、4、3、2、1スタート。あと、はい、はい、まずは、キノコを最初に取っていきますね。なんとか合わせられた。はい、そして、この土管があるので、まあ、これは土管は、コース内のワープですね。まあ、これは別に使ってもいい。あのワープって言ってるのは、ね、エリアをまたぐワープですね。はい、そうですね。はい、ということで、365のタイムで、抜けていきました。はい、ワープなしチビガン詰めチャートはないですね。この後まあ、クッパーを各城で倒すんですけど、はいはい、まあ、そのクッパーをファイヤーで倒すと、はい、まあ、早いんですね。そうですね、通常あの斧を取って足場がなくなるタイプだとそこの演出の分の時間がありますので、やはりあのファイヤーで焼いた方が早いと。そうですね、はい、でここちょっと難しいんですよね。まあ、もう慣れました。はい、間を抜けていかなければいけない、はい、まあ、結構ここでミスってる人とかもいたりするので、はいはい、でこの上行ったりするとあのエリアワープですが、そうです、まあ、今回ワープなしなので通常通りの下のルートです。はい、そして今ちょっとずれたんですが、これタイム346から345でゴールしましたね。はい、花火が3何いくつでしたっけ。136の時に花火が1発3発6発って、はい、で6発もね花火出てると当然それもあのロスなので、はい、それを回避するためにちょっとブレーキをあえてかけているという。そうですね、はい、まあ、ちなみに1発はロスにはならないというか、待ってゼロにするのとなんか同じって、はい、まあ、聞いたことがない、はい、そこは、まあ、タイミング的には変わらないということですね。はい、私以前その SGDQ のマリオを解説した時にその花火の数を、ね、思いっきり嘘を言いましたからね。今だからちょっと慎重になってあれすればみたいな。で1の4ですね。はい、ここで、城ですね。基本は、1の1234と2の1234という形で4つの、はい、まあ、サブコースみたいな。これ置きファイヤーして、あ、そうですね、これ先に出しといて、で足場も使いつつこうブレーキもかけて、はい、これクッパー倒しましたね。ありがとうございます。はい、いかにミスなくできるか。はい、ということで、今度はワールド2ね、2の1となります。多分1回は被弾最低でもしちゃうと思うんです、まあ、なかなか被弾、はい、被弾なしでいくっていうのは自分なかなかできないんで、まあそのためのリカバリーもちょっと。そうですね、20分もやってるとやはりどこかしらミスって出てくるものですから、あ、まあ、特に一発勝負ですし。そうですね、はい、なので、あ、マジか、まあ、被弾するはするでそのどうやってリカバリーするか、はい、特にその被弾した場所からそのキノコがどこにあるかとかそういう情報もね全部取って、まあ、当然取っていらっしゃると思うので、はい、まあ、そういったところでのリカバリーパターンなんかも、まあ、見どころといえば見どころになりますね。そうですね、はい、で僕が嫌いな2の2ですね。水中は、はい、まあ、2の2、7の2が、まあ、水中面なんですけど、はい、水中面が結構独特の、はい、まあ、挙動をするので、はい、おお、いけた。この辺りは出現とかもこれは復復あたりがランダムなんでしょうか、ね、ランダム、一応ランダムなのかな。ただなんだろう、このゲームの起動開始からの経過フレームで固定できるかもしれない、はい、そうでしたね。ヒダリーさんが確か途中、前回そのアルケイジャパン2で走られたヒダリーさんも途中までその、はい、固定しているということで、そうですね、まあ、その後まあミスなんかあったりするとそこからずれてしまうので、はい、そうですね、はい、ヒダリーさん本当に、ヒダリーさんは今日本1位で世界3位の方なんで、はい、ボアクなしがもうやばい方としか言えないですね、はい、で2の3はまあこういう風にプクプクがね今度は水中からこう飛び出してきていると。はい、まあちょっと被弾とかを避けるためになんか、はい、ファイヤー出しまくって、まあまあ、これは先出しみたいな形で、まあ、当たればいいしみたいな状態でしょうか。自分はやってます。はい、そんなに本番一発勝負で被弾なしはちょっと難しいんで、やばい方って言ったけど、まあ、一応褒め言葉ということで、はい、取っといてください。すいません、はいはい、で2の4の白ですね。でこのリフトがちょっと難しくて、まあ、はい、開いてたでちょっと炎も出てきたりしますね。
はい、これまた、同じかあの足場でうまくこうブレーキを使いつつみたいなテクニックですね、まあ、この辺りは足場があるクッパのところだと結構出てくるでしょうね。はい、で、ワールド3に行きます。夜のステージでしょうか。そうですね、まあ、3の1はまあ無限ワンアップができる面で、ああ伝統のね、あの、あと、まあ、最後のゴール手前のやつですね。はい、あとはこのブロスが出てきます。はい、3の1最後ゴールがちょっと難しいんですが、うまいことできるかな、はい、なるほど。あ、ここですね、ちょっと引っかかっちゃいました。はい、まあまあまあ、3の2、3の3は何もないんで、まあ3の2はそうですね、なんかまあただ単に地上を、はい、敵をジャンプしながら進むだけなんで、まあ、とはいえ結構敵の数も多いですからね。あとノコノコとかも結構その頭のあたりの判定がいやらしくて、ああそうですね、ノコノコ、はい、はい、頭にもなんかちゃんと判定があるのかな。そうなんですよね、だから結構これ踏めるなと言ったところでこう被弾してるのを見たりする、はい、そうですね、から踏めはするけどその右側のノコノコの頭に当たって被弾っていうのは、はいはいはい、まあよくやりますね。やっぱこの辺りね、あのワークありとか見てる方だとなかなか馴染みのない面ですからね。そうですね、まあ、無限ワンアップされてる方だと、まあ、3面も馴染みがあるかもしれない、はい、いいですね。ここもうまく2発のファイヤーでパタパタを焼いてと、ね、はい、3の4のバブルが飛んでくるんですけど、ちょっと、はい、そうですね、なんか自分はちょっとなんか上手い方はなんかもうノンストップで行かれたりしてるんですよ。自分はちょっとこの辺は結構ね、確かにブレーキがいります、ね、ちょっと分からないんで止まっ、はい、安定取って止まってます、ね、まあ、この辺もくぐるのもちょっと怖いところですね、はい、あ間違えた、ちょっと早かったですかね、はい、ファイヤー出すのが、まあ、物だけ焼いてくるやつね、さあ、そしてそうですね、この4の1からが、まあ、結構見慣れてる方は多いと思います。ワープありの方で先ほどの1の2からワープしたところのステージになりますね。でこのようにジュゲムが、はい、トゲを投げてきますね。あでもこの RT 一番簡単なの1の1じゃなくて4の1なんですよそうなんですか、はい、もうジュゲムは後ろに置いてけぼりなんで、はい、まあ、このようにね最高速で走ってれば基本的に当たらないですからね。はい、はい、で3、4、0でゴールド。 RTA だと働けは難しいですね。なんかもう相当海外 の、 あの上位勢とかしか使ってないと思います、うん、働けというのはもう分かってないですか、はい、働けっていうのはまあちょっと待ってあごめんなさいそうですね、口で説明するの難しいな、まあまあ、じゃあそこの辺はちょっとコメントにコメントと知ってる人にそうですね、ちょっとコメントにも詳しい方はもしかしたらきっといるでしょうかね、はい、そして、4の2ゴール。ちなみに、まあ、4の2もワープがあって、ワープありの方だとあのマリオの位置を横位置をずらして土管に入るタイプのワープですね。まあ、それができない時とかだとあの普通のツタの方で、8面に飛ぶというものがあります。クリアした時に、あ、危ねえ、今ノコノコ踏んであの1マスの幅に落ちるかと、あーなるほど、落ちるかもしれない、あ危なかった。クリアした時に白が旗が白製旗がピューンって降りるやつをキャンセルする、はい、ほうほうほう、今旗を降りてます。あ、まあ、そうですね、通常はとってピューって降りますので、はい、まあ、それをキャンセルできると、まあ、21フレーム短縮できる場合があるっていうか、はい、なるほど、8の1だと使ってないか、はい、で4の4はここ、まあ、ちょっとしたループメイドですかね、はい、このように、まあ、この下のルートから通らないと先行けないので、はい、今のところ大きなミスなく行けるんですが、まあ、5面からが難しいですね、はい、まあ、ここでワールドの数的にはねちょうど今これ半分いきましたけれども、はい、まあ、ここからがやはり難易度的にも本番となってくるでしょう。そうですね、まあ気楽に行っていきましょう。
でファイヤー出して、まあ、それぞれパックン焼いたり、はい、この子焼いたりと。この2開幕にキラーがあるんですが、それが飛んでくるかどうかはちょっと、はい、キラーのタイミングフレームに依存してるんで、ね、はい、ちょっと安定取りました。そうですね。で今あそこでブレーキかけたんですけど、あれそこのままゴールすると確か346になっちゃうので、花火が6発上がっちゃうので、もう1回ちょっと調整をどっかで、はい、先ほどのここ、あ、今ちょっと引っ掛けたとこですね、はい、あー、ちょっと待って、うん、まあいいや、まあ、そこはまあまあ、はい、で、ゴノさんですね、はい、キラーの飛んでくる高さがランダムです、はい、どうしよう、ゴノさんどうしよう、さあ、この辺りのどんな風に進んでいくかの、あ、そうですね、ちょっととりあえずし、あー、ぶねー、あと、これはこれはしょうがない、これはもうどうしようもないです、はい、さあ、ここのまずキノコですかね、これで回収、ちょっと当て取ります、はい、あとまだいやらしい位置出てきますねまた飛ぼうとしている位置にオープンうまく出していく、あ、そう、今のもやっぱノコノコ結構危ないんですよ、はい、危ないっす、あの頭見た目よりも当たり判定ありますから、5の4でファイヤー取っていかがですか、はい、5の4でフラワー回収し、そう、ここですね、まあ、ただこの長い速いこうバーもあるんで、うん、素人だとかなり取るんで、リスト炎もうまくいって、まあ、バブルは当てとります、あ、しかしファイヤーも今しゃがみがちょっと解除されちゃいましたね、しゃがみが落ちてたのに解除されましたね、はい、コントローラーコントローラーが悪い失礼しました、はい、ということでこの4クリアですね、6の1で2箇所、パワーアップが取れるんです、ここでリカバリします、はい、そうですね、ここもまたチビから、リカバリしていきます、あー、そしかしこれ2段ジャンプです、ね、あ、なるほど、あ、そうですね、2段ジャンプというのがあの、はい、フラワーとか、まあ、フラワーはそんな意味がないですけど、あ、はい、まあ、主にキノコですね、キノコを取った瞬間にジャンプを入れられるタイミングがあって、そこで2段ジャンプする、キノコを取る瞬間はジャンプを解除しておいて、で、はい、キノコを取っているエフェクトの最中に A ボタンを押しっぱなしにしておくと、はい、まあ、2段ジャンプが出る、はい、まあ、ファイヤーでもできます、まあ、ファイヤーは基本そのブロックの上にあるから、まあ、そうですね、ちょっとの違い、キノコに比べてやる機会は少ないです、ね、はい、まあ、キノコをこうブロックから出した後、そのどっかその落ちてきたところ空中に浮いてるタイミングでっていう、はい、ような使い方が多分メインだと思いますが、6の2が、まあ、はい、あ、マジか、あ、ちょっとそうですね、ちょっとファイヤーが出ましたあの、はい、マリオが画面外、今画面上にいたんですよ、画面外にいるときはファイヤー出せない仕様なんで、はい、なるほど、はいはい、あの目隠しマリオ RTA なんかだとその、はい、あの目隠しマリオ RTA っていうのがあるんですけど、今なんかしれっとすごい単語が出てきましたよね目隠しマリオ RTA と、はい、なんかそれを使ってマリオがどの位置にいるかみたいなのを把握したり、なるほど、使われてます、はい、通常だとあれですよね、2発までですよね、そうですね、画面内2発まで、はい、で6の3も、うん、まあ当て取るか、これちょっとブレーキかけて当て取ります、はい、で、まあ、後半からまたキラーが出てくるんですが、このキラーはまあ、あ、ちょっと待って、まあいいや、そんなに凶悪ではないです、はい、まあ、とはいえね、なんかこう、さっきみたいに、まあ、うまく踏んで、その先に足場はありましたけど、なんか踏まされて落とされるみたいな、はい、そういうのもあったりするかもしれませんね。で、うん、6の4。はい、6の4ですね。この一番最初 の、はい、あのバブルの高さが今高かったんですけど、低いと、はい、あのアーマップね、低いとあの避けるのが若干難しくなりますね、また置きファイヤーして、あーあとバブルに消されちゃいました、おうまく後ろ通って、はい、はい、ね、はい、今のもね、きちんとその バブルに消されたところを見て、はい、きちんと潜って後ろからというような形で、まあ、本当にリンクも変に対応されたところです。クッパが前に飛んだのが見えたらもうしゃがむっていうのは、はい、うん、決めてます。なるほど、そこはもう本当にくぐりイコールくぐり抜けるっていう、そうですね、メットですね、はい、まあ、これ1なので花火がいいです、まあ問題ないです、はい、で7の2がまた水中なんですけど、2の2の強化版っていうか、はい、
またちょっと敵が増えるんで、まあ被弾したらごめんなさい。水中ステージ。あ、ちょっと、うん、水中面はちょっと持ち方変えてます。あの、そうですね、このなんかどっかボタンの仕方をね、 こ、はい、こんな感じでどっか適当なところに、あ、まあアーケードコンみたいな感じかな、うん、なんかどっか適当なところにコントローラーを置いて、中指で A ボタンを押して、人差し指で、はい、指で B ボタン、はい、あぶね、はい、まんまさんのスタイルですね。はい、まあ結構、あそこのサンゴにもちゃんと引っかかるんですね。はい、はい、でやはり6が今来てたので、3305でずらして花火を出さないようにしていますね。あ、そうですね、旗の一番上をつかむと11フレーム早くゴールできますね。ただあのこのゲーム21フレームっていう仕様が、21フレームルールっていう仕様があって、はい、あのなんだっけ、面をクリアしてから次の面に進むまでの暗転の処理が、21フレーム周期でしかなされなくて、あ、喋ってる間にナノンさんは、だからまあそこの単位にも丸められちゃうんですね、はい、まあ一番上掴んでも、まあ、その21フレームルールがあるんで、まあ、短縮できるかできないか、まあ、ステージによるって、うん、まあ、その状況によるということですね、はいはい、そして斜面の城です。あ、で本迷路なんですが、まあ、はい、ちなみにあの、まあ、アーケード版で VS スーパーマリオブラザーズっていうのが出てて、はい、それだとあれ、ちょっと待って、あ、なんか真ん中でいいんだっけあの今アーケード版とごっちゃになりました。あ、なるほど、あ、そうすると違うんですね。今、はい、ちょうどその話をしたからなんかあ、ちょっと一発バブルに消されちゃいましたが、はい、まあ問題ないですね、はい、今会場秋葉原なんですけど、秋葉原の台東ステーションにちょうど VS スーパーマリオブラザーズのあれがあって、あ、なんかそんなツイートされてましたね、はい、私も見たけど、RTA もしました、はい、VS で8面はまああれですね、ワープありでも来るんで、まあ、はい、もうまあまあここからはね、もうそうですね、まあ庭、ああ、そうそう、この頭ね、庭って言いたいところなんですけど、8面は普通に難しいんで、さあここからのリカバリパターンだと、まあ安定取れますか、はい、他の端ジャンプはどうしても使えないです、こんな、まあ、確かに攻めてる人はね、あの端っこに乗ってみたいなのがありますけどね、さすがに厳しいテクニックです。あと意外とそこの 今みたいにパックンの先端がね、そうですね、パックンの先端、ファミコン版だと当たり判定ないんですけど、うん、リメイクのスーファミ版、まあ、リメイクだとちょっと違う、ね、スーパーマリオコレクション版だと、コレクションのやつ、はい、はい、ここもね結構ねスッと抜けてますけど、そうですね、開幕がまあ難しいってみんな言ってますね、はい、2番もなりました。キノコ1個ですね。8の2キノコ、8の3ファイヤーのリカバリをしたい。はい。8の3は2箇所ありましたね。2箇所あるんですけど、あーっと。ちょっと待ちます。ちょっと怖いですね、これは。キラーも結構嫌なタイミングで。あー、いけた。はい。大丈夫です、ね。今、最後のパタパタ怖かった。そうですね。このパタパタを踏まされて、こう、落ちてしまうみたいな。そうですね、あります。怖さがありますね。さっきあれやって下を踏んだのに下落ちちゃったっていうのがちょっと怖かったです。さあ8の3ですね。8の3縁を2つ取れる場所があるんですよ、はい、後半がちょっとめちゃくちゃ取りづらいんで、ちょっともう実質1箇所って、ね、ここのブロスがいるところの、フラワー、このまま最後まで行きたい、ね、はい、なんとかこれを守って8の4に行きたいところ、はい、あとはこの辺りはねファイヤー先出ししていれば、はい、まあブロス、まあこうやって、ね、あの死に際にねハンマー出したりします、ね、3、4、OK、でもここまだあのパワーアップなしで突き入った場合に、そうですね、多分あの6が来るんでしたっけ、いや3です、あ、 3ですか、なんで、なのでずらしてゴールするという形をよく見ますね、はい、一番よく見るのはあのゴールの手前のところの、はい、階段のところで、次の部屋であの壁キックができるんですけど、あ、そうですね、あのさっきやったら1回も成功しなかったんでやめます、あ、やりません、まあ、安定を取る、はい、そう、ここですね、はい、本当はやりたかった、でここも一旦この一旦、はい、置いて
土管に入ると、まあ、その水中面に出てくる、はい、で今しゃがみ泳ぎ空中、あ、そうですね、あ、空中じゃない、地面でしゃがんでいる状態を泳ぎ始めると、はい、これファイヤーバーに当たらない、ね、マリオの上半分の判定がこれ消える、なんで今ここであの頭が突き抜けてるのが一緒ですね、あ、はい、ファイヤーバーに避難してしまったので、でそうそうタイマーストップです、あ、そうですね、斧に触れた瞬間ですね、はい、タイマーを次のジャンプで下くぐり抜けてジャンプ、そうそうそう、タイムは、あ、20分18、まあまあ、はい、まあまあ一発勝負としては非常に速い、素晴らしい、はい、速いタイム、ね、大きな事故もなく、はい、はい、通せたんで、まあいいつなぎにはなったのかなっていう感じですね、はい、素晴らしい、あっという間でしたけど、ね、はい、素晴らしいテクニックをお見せいただきました、そう、まあ最後に宣伝でもするか、あ、そうですね、先ほど内藤九段勝利記念シングルエリミネーショントーナメントが行われたんで、まあ結構盛り上がったみたいなんで、まだご覧になっていない方はアーカイブでも何でもぜひそちらでご覧ください、はい、はい、じゃあ他は何かいいですか、なんかご自身の RTA のお話とかでも、ご自身の RTA のお話、うーん、自分、まあ、最近はあんまりやってないんですけど、あのスーパーファミコンでプリンスオブペルシャっていうのをやってて、あ、まあ、来年はなんかそれで出てみたいなっていう感じはありますね、確かに今まではプリペルは多分やってない、そうやってないですね、まあ、あれもなかなかなんか面白い 2D アクションなんで、はいはい、まあ、盛り上がるかなって、じゃあまあ RTA ジャパン4の出場に向けてみたいな、はい、そうですね、はい、まあ、そういったところも含めてお楽しみいただければと思います、はい、今回はアジーさんありがとうございました、はい、あ、いえいえ、助かりました、はい、楽しかったです、じゃあ終わりますかね、はい、じゃあどうもありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございました、スーパーマリオブラザーズワープなし、はい。